はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。なんか髪の毛伸びて、モンチッチみたいになっちゃってますけれども、明日、床屋に行ってくる予定であります。今日、警視庁に出向き、22日の NHK デモの手続きを完了してまいりました。今日から正式に告知できます。NHK 解体に向け、デモを継続しちゃうぞーっていう。NHK ネット聴衆反対スクランブルデモ、開催のお知らせ。日時10月22日日曜日13時30分集合場所渋谷区代々木 5-68-1 春の小川コミュニティパーク、これ代々木公園の隣です。NHK 本部の西門の通りをずっと代々木公園の方に歩いていくとですね、進んでいくとですね、左手に見えてまいります。春の小川コミュニティパーク、現場責任者くつざわと、各国国旗はご遠慮ください、日本日の丸もご遠慮ください、そういうデモではありませんので、旭日旗ご遠慮ください、そういうデモではありませんので、 Z 旗もやめてください、そういうデモではありませんので、趣味に合わないプラカやめてください。スタッフの指示に従ってください。予報は今のところ晴れです。皆様よろしくご参集ください。このデモ一つ二つやったところでスクランブル放送にはならないとは思いますけれども、これ解体に向け、NHK に反対する人がこんだけいるんだよということを示すため、あとですね、何十年か経って我々が全員いなくなった後もですね、 NHK がピンピンしてたら尺に触っから、そんなことになったら未来の若者にですね、あん時のおっさんは何やってたんだって怒られちゃうから、子孫のために何かしないといけないですよね。 NHK は次の世代に渡せない組織、理不尽な組織、だと思いますので、その理不尽さはいちいち挙げてたらキリがないんでやめますけれども、子孫に残すべきではない組織だと思いますので、皆様よろしくご参集ください。イスラエル状況続報、松野官房長官、ハマスのテロを断固として非難する。欧米イスラエルと足並み揃え、ハマスの行為をテロ認定。ブリンケン国務長官、支援の話し合いのためイスラエルに出発。イスラエルの安全に必要なもの、すべて確保する。これまでにアメリカ人22人が犠牲になったと明かす。今後犠牲者は増える可能性があると語る。ブラウン国防総省統合参謀本部議長、長えな。今のところハマスに他のテロ組織や国家が加勢する気配はないと発表。そりゃそうだ、あんだけ派手に悪逆非道をかましちゃ味方でいないですね。米国ジェラルド・ R ・フォード空母艦隊に追加でドワイト・ D ・アイゼンハワー空母艦隊を派遣すると発表。イランとシリアが参戦しないように牽制か。イランは核持ってるって思われてますから、まあ、イスラエルも核持ってますから核の打ち合いにならないように牽制か。バイデン、イランに言うことは明確だ、気をつけろ、強い言葉で牽制。英国外務省、イスラエルには6万人の英国人がいる、軍艦を派遣。イラン政府、スイス大使館を通じて今回のテロに関与してない、アメリカに通達。へたれてハマスを見捨てたみたいですね。あんだけ極悪な民間人無差別虐殺の映像が世界を駆け巡っていてはね、味方できねえよね。当初はハマスを支持するって息巻いてましたけどね、まぎずいでこっちもやられちまわって判断したんでしょうか。プーチン大統領、男同士で争うと決めたら子供と女性に手を出すな。民間人を戦火に巻き込むべきではない。イスラエルに加勢しようとしているアメリカを非難。ウクライナで見境なく民間人を殺して女子供を誘拐してるお前が言うなと大評判になりました。ボケてんのかなーっていう噂。ハマスが攻撃に用いたロケットはカッサムと呼ばれる鉄パイプに砂糖と硝酸カリウム肥料を詰め込んだ手製、これをこっそりシコシコ5000発作っていた模様。製造期間は約2年間と推定。犠牲者は双方合わせて2200人突破、2255人、負傷者は数知れず。ネタニヤフ首相と野党のガンツ党首が
挙国一致に合意、しばらくは戦争に関係ない法案を進めないってことで合意。ネタニヤフ首相、ハマスは ISIS だ、世界が ISIS を殲滅したように我々がハマスを粉砕する、国家ではなくテロ組織という認識の模様ですね。イスラエル、ガザ住民に対してハマスじゃない民間人は逃げて、アナウンス開始、逃げるっつったって完全包囲してたんじゃなかったっけな。包囲中のガザ、唯一の発電所が燃料切れで停止、病院とか大丈夫なのこれ、イスラエル議会、ガザ占領後の措置を議論中、完全制圧&占領継続案優勢、つまり自治区としてのガザはなくなると、イスラエルに管理された場所になるっていうことですかね。当然議会とかもなくなんだろうな。ハマス、我々には話し合う用意がある、アルジャジーラのインタビューに答えてました。強盗殺人を散々やらかしておいてから話し合うから警察呼ばないでって言ってる感じと評判になっておりました。招集された予備役、予備役、予備役兵30万人の最高齢は95歳の江面家賃さん。戦うことはできないが士気を高める目的で招集に応じた。レバノンから再びイスラエルに対戦車ミサイル攻撃、これ手で抱えて一人で撃つバズーカみたいなやつでしょうか。ヒズボラの仕業、イスラエル軍は激しい砲撃で反撃、ヒズボラに対するイスラエルの追加報復が予想される。ヒズボラっていうのはハマスとはまた別のテロ組織です。イスラエル続報は以上であります。さらなる続報を待ちであります。世界は動いてんなー、けど国家対国家っていうことになって、テロ組織をこれから懲らしめるぞーっていうことになったらしいんで、まあまあ市場への影響は小さい。日経今日も上がりました。埼玉県川口市に住む女性が危険、 SOS、 クルド人の付きまといがひどい。クルド人ナンパ被害について編集再活再計、仕事が終わって帰宅、わらび駅に着いたら階段を下って中ほどで吉野山への様子を見る、大丈夫なら下に降りてさらに注意、いつでも全力で逃げられるようにスカート履かない、ヒールの高い靴もダメ。ナンパといっても日本人が考えるようなナンパと違う、無理やり腕をつかむ、肩を抱く、数人で囲む、逃げて近くのお店に飛び込んでも中まで追ってくる、無理やり車に押し込めようとする、拉致誘拐じゃねえか、ほとんど拉致に近い、別に盛り場や暗い道というわけじゃない、ごく普通の駅前だったり通りだったりコンビニだったり、こんなのが毎日。彼らのナンパ手口はものすごく危険なんだけど、あと特徴は年齢層広いんです。中学生からおばさんまで、下手すると小学生とかも、とにかく手当たり次第。これはとにかく結婚とか何らかの法的縁を手に入れて在留許可欲しくて焦ってるんだと思う。で、警察はどうしてるかというと、今は事態が広く知れ渡ったせいか、以前よりマシ。以前は市も警察も何かあれば通報をと言うけど何もしてくれなかった。殺人未遂まで不起訴で釈放だもの、あとは察して知るべしでしょ。上記は私が日常のように経験していることだけれども、友達の中には自分だけで抱えている子、墓場まで持っていくと決めた子もいる。強姦されちゃったんですね、これね。表に出る話なんてほんの一握り。良いクルド人もいるとか、クルド人だけじゃないとか、嘘だとか擁護する人いるけど関係ない。ワラビにはいろんな国の人がいるけれども、生まれて今までクルド人以外から被害を受けたことはない。いくら市に訴えたところで国が不法滞在を黙認同様に良しとしているんだから、市も警察もどうしようもない。だから声を上げてるの。地域によっていろいろな被害があるけど、そんなことにさらされる住民の人たちも限界なんですよね。わらび川口がクルド人自治区になってしまう前に何とかしてください。23年10月11日午後4時22分と、ひでえですね。こんなことになってんのか。わらび駅、世論です。自警団でも作るしかないのか。日本の法治社会に対する重大な脅威。以前川口市長が頑張ってクルド人に便宜を図ったらしい。クルド人定住のために赤い羽が金出したらしい。迷惑防止条例違反ならんの。女一人でいるアバズレ女に対しては何してもいいと思ってるのがイスラム。もう自警団が必要なレベル。もはやわらび川口市は婦女子が普通に暮らせる土地ではないのですか。本当ならエグすぎ、住民気の毒すぎ。
赤羽なんて被害者から容疑者の性域が検出されてるのに無罪判決が出てしまっている。そんなことになってんの。うわぁ、ひどいことになってんなぁ。普通に拉致誘拐じゃないですか。重罪ですよ、これ。それが昼間公然と行われてるって、店まで追っかけてくるって、何やってんの。警察、どんどん捕まえて、ぶち込んでくださいよ。中には、強姦されちゃった子もいると。お友達の中にね。女性は国家の一番大事な宝でしょ。資産っつったらちょっと気に障るかもしれないですけど、大事な大事なお宝じゃないですか、国家の、ベイトマンの法則っていうので、ググってみてください。詳しくは、それを汚す外国人はね、侵略、日本国に対する挑戦とみなして死刑でいいと思うの。私、川口のクルド人、そのうち手製のロケット弾作り出すかもしんないですよ。フラチな悪行三昧は成敗しないとね、これね。自警団っていうのはいいですね。まあ、イスラムではですね、女だけで出かけてはいけない。必ず男。少年でもいいんだって。高齢者でもいいんだって。必ず男。で、女だけで出かけてるような、不死だらな女は何してもいいっていう。そういう感覚で日本でやられちゃ困るよ。死刑だ、お前ら。統一教会、解散請求せぬよ。信者5万人分の嘆願書を文化庁に提出。森山正人って読むんですか、これ。文科大臣、解散命令請求する、水増し嘆願書聞きませんでした。あんなに頑張ったのにな。世論です。おお、いよいよか。裁判所は請求を受理すんだろうな。信者によるテロ来るかな。あいつら提訴して最高裁まで頑張るらしいから、解散はまだ先っぽいわ。これからは任意団体になって税金払えよ。税金払いながら拝んでればいいじゃない。ついでに共産党も解散命令出してよ。学会に宗教方針、学会に解散請求出してほしいよね。これでパヨさんたちのバカの一つ覚え、つぼつぼ言えなくなっちゃいますね。解散になってたらね、パヨの一つ覚えっていうかね、なんせ掲示板にはですね、未だに安倍がやってるやつも、いるんですよ。亡くなってから1年以上経つのにね。高齢化で脳が衰えて切り替えできないんでしょうかね。未だに安倍が散ってるやつ。私が生きてる間に共産党と学会の解散みたいですよ。あー、よーし、頑張って長生きしちゃうぞっていうことではなくて、なるべくそれが早まるように叩いて叩いて叩きまくるっていうのがいいかと思います。高市早苗経済安保大臣、 IAEA 総会で中国の放出水の方が汚いと反論。増税メガネ、中国を再び刺激しないかビビり散らかす。高市さん、私は日本の水産関係者を守りたい一心だったのに、メガネに対して非難ごうごうと。世論です。増税メガネが悪い。岸田は頭大丈夫か。やはり総理の器ではない。正論を言う高市さん、それに不安を抱く日本のトップ。岸田、やっぱシナポチも必要だな。岸田は日本国民を怒らせてるよ。ダメとはっきり言わないと押し込まれるぞ。増税ビビりメガネ。この掲示板ですね、パヨとゴモが体操発狂しておりました。ストレスで風邪ひけってね、女は引っ込めとか、そんなこといっぱい書いてるやついて、発狂してんな、パヨな、ゴモな、ストレスで風邪ひけ、免疫落ちて。宏池会伝統、楕円の外交っていうのがあるんですけど、大平義雄が考えたやつ。何でも相手の言うこと聞いてりゃ、角立たない。なんだよ、ただの、思考停止の土下座外交やんけ。ビビリメガネも宏池会の伝統を忠実に踏襲しているみたいですね。こんなやつに外務大臣何年もやらしてんだからダメだね。中ロ韓北にいくら配慮しても無駄だって。何十年経ったら分かんのかね。それとも頭悪くて永遠に分かんねえのかな。戦後初めてですね、中韓北のデマに配慮しない総理登場。これが安倍総理ですね。いくら朝日がですね、周辺諸国の反発を呼びそうだとか、加工が、NHK が波紋を呼びそうですって、匂わせようが効かない安倍総理には。安倍総理が、パヨに親の仇のごとく憎まれた理由の一つであります。安倍は嘘つきだ。なぜなら安倍は嘘つきだからだ。大真面目に、そんなこと言われてもね、パヨさんたちね、もういい加減、パヨは、私はバカですって大声で叫ぶのやめたら。安倍総理のおかげで中韓北に配慮しない日本になりたんだから、メガネがそれに
逆行、それをですね、逆行させるのは許せないですね。叩いて叩いて、叩きまくんないと。ネットでも何でもいいからさ。というわけで、22日に、NHK 解体に向けたデモを開催いたします。子孫のためにご参集ください。NHK ダメなんだよって、渋谷の沿道知る人が一人でも増えたら、あの時のおっさんは何やってたんだよ。あ、でもこういうおっさんたちもいたのか。って、思ってくれますんで、ぜひともよろしくご参集ください。デトックスジャパン。